3月のねイベント会場なんですけども、これ神奈川の県民ホールがあって、その隣ここがね、産業貿易センターって言って、ここが会場になりますんでね、ちょっと今12月、イベント3月予定なんですけど、あのイチョウが紅葉してますね、もう落ち葉も、ここね山下公園の目の前なんです。そして木村商事グループのですね、飲食店、そして入り口はこう入ってきまして、まあ何箇所も入り口あるんですけど、一番メインのね、会場にしようとしているのはこちらになります。ここから入って ATM もありますからね、カフェもあります。そして1階です。1階のこの横浜参謀ホールってやつね、マリネリア横浜クルーズ、ここをね受付にしようと思ってます。ここ受付ブースね、受付だけでもこれだけ広い感じになって、自動販売機あって、そして受付済ましたらこう進んでいただいて、ここになります。とても広い場所になります。そして、当日はこの辺をボディケアにしようかなと考えてますね、奥の。そしてこっちはねまた違うブースなんですけど、ここはね当日はあの机とか置いてあって、準備する場所になります。机も70何組あって、椅子もたくさんある、ね、全然大丈夫で、ここ当日控室として使えたホワイトボードも1台使えて、もう1台が2階でね、借りられるかもしれないという形になっております。さらには、ここ駐車場もあって、車が結構止められます。搬入口になっていて、当日大きいもの持っていく人搬入できるという形でした。よろしくお願いします。